久しぶりにゴリゴリのファンタジーを手掛けることになりました。企画に参加させていただけることになりました。ユニット名が、メゾンブルボンという、ユニットになります。トランスパンダというこちらも一人で、劇団ユニットなのかなされてる中田茜さんという方がメインになってる、企画でして、作品のタイトルがブルボン王国物語ウィスキー戦争という、作品です。リーディング公演になるんですけれども、今年の12月の26日4時と8時の、2回に分けて、配信公演という形を取らせていただくことになりました。当初はね、お客さんに入っていただいて対面で公演させていただきたいなと思ってたんですが、このコロナ禍でいろいろ協議を重ねた結果、配信公演をさせていただこうという形になりました。で、完全ダブルキャスト制でして A チーム B チームとあります。4時の公演、8時の公演、1公演ずつ生配信をしまして、そこから2週間アーカイブ配信が残ります。1月の9日まで、そのアーカイブ配信が残ることになるので、お正月休みとかにぜひぜひ、見られる格好になっております。感激三昧で、配信をさせていただくことになっておりまして、おそらくもう特設ページ上がっておりますので、よければそちらの方ちょっと見ていただけたら嬉しいなって思っております。ゴリゴリのファンタジーです。なかなか最近ないんじゃないかなっていうようなファンタジー、可愛らしいファンタジー作品になっておりますので、ぜひ、キャストもねすごく豪華です。この今だから集まれる、AB 総勢18名の女優が、いろんなところからの女優が揃ったとても面白い企画になっておりますので、ぜひぜひA チーム B チーム両方見比べたりとかしていただけたらとても嬉しいなと思っております。